うどんのあり方が全然違うそのわざわざ香川まで行ってんのにさ朝一でうどん食べてその後バッティングセンター行って帰ってこようってしかももともと名古屋で火曜日に仕事があってで結局その名古屋往復に関しては名古屋のテレビ番組が持ってくれるから名古屋からまっすぐ帰ってくるかで次の日休みよっだったら名古屋から香川に行ってで うどん食い、最近、ちょっとうどん食いたいと思ってたからうどん食ってじゃあ自転車も乗ろうって言うんで、名古屋行くのに自転車も持ってってみたいなのがスタートだ前の日からうどんは1軒しかまあ行かないなって多くて2軒だなみたいないろいろネットとか調べてバッティングセンターの位置とか1軒しか行かないんだから美味しいと言われてるうどん屋に行きたいと思うんでバッティングセンター全部行くコースと合わせてここからスタートするのが一番いいんじゃねえかみたいな。 そのう,うどん屋さんを設定して行ってさあさあうどん屋さんがさ朝さ平気で8時とかからだよねこれでさ8時とかからうどん屋さん始まって売り切れ次第終了って書いてあるこれでうどんもまあその。 なんとか製麺所みたいな名前ついてるうどん屋さんって今いっぱいあるじゃん。東京にもチェーン店であるじゃんか。で、その大元辿っていくと向こうじゃん。だから本当に製麺所なんだよね、要は。もともと製麺所のところが製麺して他にも出すけど、うちでも食べてってよみたいなところから派生したりするから。なんかその、すごいこう、一玉100円で、あとご勝手にみたいなのもいっぱいあるんだ。で、その中で俺は今回かまたまうどんが食べたかったから、そのかまたまうどんのそのお店の、ここがどうやら美味しいとされていて、 えー、バッティングセンターのコースもうまく書きやすいっていう、ね、図が引きやすいっていうところを一見定めていって8時スタートで,でそのいろんなそのうどんのサイトを見てるとうどんに関して論じてるサイトを見てるととにかく売り切れますよ超早いですよ売り切れるのがこれでありつける難易度みたいなのがこう星で割ってあるようなところがあって難易度3最上級みたいな なんて朝,朝からう,うどん屋があって俺の常識だとうどん屋は11時開店の,のイメージだけど朝8時に行ったそこまで書いてあるからじゃあ食いっぱぐれになるから7時に行くんだけどさ平日だよだって先週夏休みも終わってんだよ25人ぐらい人並んでるでしかもうどん屋がわっかりに来るのもともと普通の製麺所だからのまたその自転車ナビタイムで行って この付近だだってて言われてんだけど何にも見当たらそれ全然うどん屋わかんねんだよんだでわかないのにやっぱ商売っ気なレースです,、ね、すげえなと思うんだけど分かりやすいところに絶対最近建てただろうっていう分かりその俺が探してるうどん屋は超有名でおそらくそのお客さんも来すぎなぐらい来てるから分かりやすくする気がないとで分かりにくいことでも有名だと思う、そのサイトを見てる限りも分かりにくいと。 でまさかでもピンポイントで住所行っても分からないはないだろうと思って行くんだけどそれでも分からないわけ全然これで全然分かんないなと思って行ったら商売機ある人がすごいなと思うのはそこにちょっと似てる名前のちょっと分かりやすいやちところにかまたまのうどん屋立ってるってすごいねそこも5人ぐらいお客さん来てたからでまあまずくはないんだろうけどこういうことになるぐらい、まあ、分かりにくいと思ってでうどん屋さん行ってやっぱり 話には聞いてたけど、そのさ、セルフうどん。セルフうどんって面白いよね。なんか、セルフっていう機械的なイメージと、うどんっていうあったかい言葉っていう、早朝ソープと同じぐらいの、<laughs> 早朝っていうすがすがしい言葉と、ソープっていう下世があるのがくつぐらいの、セルフうどんっていう、赤荷バンスキング。まあ、これは椎名林檎のアルバムの名前ですけど、<laughs> ありませんけど、他の予約に行ってもありませんけど、その、えっ、ー、と、うどん屋さんでもう、行ってさ、俺、物を、 食べ物を並んで食べるってことは恥ずかしくてしょうがない負分なら結構恥ずかしいんだ。よく言う、おちんちんを出して AV コーナーに入る感じだから、ちょっと恥ずかしいんだけど、まあ、並んでて行って、で、何ですかって言われて、かまたまうでその時思ったのは、俺の書いてるコースだとそこのうどん屋さんでうどんを食べて、2軒3軒ぐらいバッティングセンターに行ってから、もう1軒ぐらい行きたいなって思った。で、もう1軒行きたいから、そこはショーっていううどん玉1個。 のうどんで、それをかまたまで食べて、もう一件食べ比べしたいな、ちょっと思って,てショーってうどん頼んで、かまたまって言ったら、卵解いて待っててください。そういうもの全員でレジの横んとこで、待ってた20人ぐらいが一斉にプレリードッグいで卵溶いてる。みんなもらって、その、卵ぐるぐるぐる,るっていう感じ。それがもう俺おかしくて。 多分ね、花丸以降だと思うんだけど、東京の讃岐うどんブームで、東京のうどんのレベルって多分相当上がったと思うんだよね。で、そうなってくると、ええー、その、香川の本場のうどんとの味だけを取ったゲーム差はかなり少なくなってるから、多分香川から出てきた人が東京で、その、少なくゲーム差ではまだ東京の方が、それは本場には劣って水もあるだろうし、ね、鮮度もあるだろうから、 その、劣ってる、文化的なものもあるから、劣ってるうどんを5倍の値段で食うっていうのには、それは納得いかなかったりするのはわかるんだけど、言った時に、ま、このゲーム差が縮まった中での感動の前に食いたかったなっていうのはちょっと、あったかな。でも別にまた行って食べたいし、ただ立派だと思うよ。 未だにこの物価の中で、しかも便乗すればいくらでも値上げできると思う。こんだけうどん券を押してったらいけるところにこの値段でやってたりとかするのは、うん、あと、これぐらい稼いだらもう閉めますっていうことを徹底したりするのは、もうちょっと尊敬に値することだなと思ったりは、まあ、すんだけど。あとさ、うどん券押しすぎたせいでさ、骨付き鳥が全然クローズアップされてないんだよあのー、 あれ、香川の多分名物だと思うんだよ、骨付き鳥って。骨付き鳥超うまい。今回はうどんで、うどんのカロリー取ったらそれを消費すると思って言ってるからだけど。まあ、骨付き鳥超うまいけどね。カーネル・サンダースに対抗できるの、骨付き鳥な気、俺ちょっとしてるんだけど、香川イコール東京の人、骨付き鳥たまならないよね。行くと骨付き鳥の店もい,いっぱいあって。 で、まあまあ、これも CM 入れないと大爆発します。だいぶ、俺の実家が大爆発しますんで。<laughs> <laughs> あのー、実家にはいつでも、ね、えー、ミキサーの岡部。熱気取りうまいよね。東京にもっと進出すればいいのにね。池袋に一回進出、池袋の駅地下に一回おいしい店ができたんだけど、結構定着しなくてなくなったっていうのを今、あの、ディレクターの池だから、あそこうまかったんですよ、みたいな。 なんで教えてくれないの的な感じのね、今あって。だからもう、えんなし、もうどんんうどんけん,うどん,けんばっかり言わなくてね。あの、7桁の郵便番号のところに、骨付き鳥あの、点々は一マスにかん数える最初のドラクエ、<laughs> 最初のドラクエ方式ですから、<laughs> ね、骨付、骨付で木とで点々で一マス入れて、り <laughs> の、ね、骨付き鳥でも届くように、まあ、してほしいんですけど。<laughs> まあ、その、あらかじめ、 ネットで調べるんです。結構ネットでバッティングセンター調べるんだけど、Google マップって結構きちんとしてて、まずその自分が行く県の中心ぐらいの、例えば高松駅を Google マップで出して、バッティングセンターって入れて引くと、その中のバッティングセンターにまあ大体赤い点が打たれて、割と網羅するんだけど、えっと、バッティングで止めないと、バッ グー,グー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 死ねばいい死ねばいいねえねえで、その、えーっと、バッティングで止めると、 あのー、あのさ、今までさ、いろんなトリッキーなトークをね、時間を無視してやってきて、今の死ねばいいほど受けてないんだけど、ガラスの向こうでそのバカ受けの仕方が恥ずかしくて、<laughs> 恥ずかしくて、いろいろ今日はトリッキーなさ、ほら僕今思うんですけど、 あの、書き起こしをする人はいっぱいい、る。で、しかもその書き起こし、起こしが悪意の引用をいっぱいされる中で、書き起こしに負けないトークをしたいと思って、トリッキーなトークをやってきたつもりですけど、その中で、もうその、ラジオのいも甘いもかぎ分けてるはずのですよ。噛み分けてるはずのスタッフがガラスの向こうで、死ねばいいの大声に超受けてるっていう、この状況を僕どうしても確かに書き起こしはしにくいですよね。これ本当をでかくするしかないです。 ですから、こんなものはね、ね、超照れくさいんですけど、<laughs> まあまあ、その、グーグルで、<laughs> もうグッて一生、一生言わないでいこうかな。<laughs> バッティング。もちろんグが大きいですから、そのグはすごくでっかく書きますけれども、これはあんま面白くない,みたいです。これはあのガラスの向こうはそんなに面白い。僕の中では小林年次さんと原千由美さんを今更出す面白さを一応入れてみたもんなんですけど、そうじゃ大きい声の方がいいみたいです。ただ単に急に気が、あの、どうかしてるような大きい声がいいみたいですね。で、その、Google マップで結局バッティングセンターで弾いてこぼれるのは、えっと、 なんかバッティングドームって名前が付いてたりとかするとやっぱりこぼれがちで、あと当たりすぎるってのもあって、なんかその何々バッティングセンターの向かいにありますっていう、例えばお医者さんの名前とかも出ちゃったりとかもするし、あと何々バッティングセンターのを経営してる誰それのやってるゴルフ場も出ちゃったりとかするし、あともっと言うと何かのカテゴリーに、 バッティングセンター、テニス、えー、っと、スポーツジムみたいなカテゴリー分けをしてるサイトに何か反応して Google のマップ出ちゃったりもするから、これを賞味バッティングセンターにするのは少し難しいんですけど、それいろいろ調べていった結果、バッティングセンターであろうってところが、香川県だけで10県当たるんです。で、これはその隣の、 愛媛県の四国中央駅ぐらいまで行くとまたあるんだけど、そこまで足伸ばしても、だ今回は、うどんと香川県にあるこの10軒のバッティングセンターをどれだけ回れるかだと。で、そうしていくと、まず朝一でうどん食ったら、一番端っこは、観音寺駅。観音様の観音だからさ、今日の今日まで俺観音寺だと思ったらさ、 何度も駅員さんとかタクシーの店さんとかに、かって聞くたびに、あ、か音ねっていい、ね観音あ、伊集院さん、伊集院ね。<laughs> あの、ちなみに武田哲也さんには6回僕言い直しましたけれども、<laughs> あの、覚えていただくことはできてないですけど、<laughs> その、観音寺っていう駅のそばに一軒ある。で、えらい朝早く、うどんも一玉でさ、うどんなんかつるつるっていくもんだからさ、 もう、開店と同時に入れちゃってるから、ツルツルって終わっちゃってるからさ。で、そのままその、関音寺から始めてるの、ね。で、関音寺バッティングセンターのとこに行って、お礼が、香川県に言わせてもらいたいことなんですけど、あの、うどん屋さんの空く時間とバッティングセンターの空く時間っていうのが全く一致してないっていうことがありまして、うどん屋さんは早い店6時、ね、で、遅くとも8時9時には開いて、 売り切り次第終了なんですよ。で、僕のバッティングセンター今まで行ってきた常識は、早いところバッティングセンター9時、普通が10時、遅くとも11時ぐらいに開くっていうイメージなんですけど、まず最初の関音寺バッティングセンターが、水曜定休日っていう、<laughs> まずこのジャブからスタートします。<laughs> で、次のバッティングセンターまで19キロ離れてるっていう。<laughs> 関音寺はそういう意味では、異様に、こう、その、えー、香川県の中でもこの関音寺バッティングセンターだけが離れてるんです。 だけど、これを網羅しないと、今日、関、その、香川を全部行ったってことにならないから、関王寺パッティングセンタースタートの、もう19キロ無駄ということがここで分かります。<laughs> ただまあ、早く行ったおかげで、早く無駄が分かりましたんで、まあ、とりあえず、この19キロの旅から、で、しかもね、これね、前の日に泊まった、と、また名古屋から、もう急いで、 四国に行くとこ、こも一鎖実はあるんですけど、名古屋でその番組の収録が終わる時間が、から、その新幹線に乗るとスムースに、えー、丸亀関音寺あたりまで行ける電車っていうのが、えー、5時半、あと5時50何分っていうのがあって、その先になってくるとちょっとうまく連結がなくなってくる。これで、したら意外に巻いて終わって、5時12分ってもう一個前のに乗れんじゃねえのみたいな。 空気が出て、すげえ急いで猛ダッシュで、その、挨拶もそぞろに飛び出したら、12分発の電車に、ホームに降り立ったのが13分っていう、あの、間に合ってたかもなだけに、すげえ腹立つパターンで行き、で、その後、じゃあちょっと時間潰そうかっていんで、いろいろ時間潰して、で、夜、丸亀あたりに、夜の9時ぐらいに着いたの夜の9時ぐらいに着いた時に、 9時半ぐらい着いたかな ?9 時半ぐらい着いた時に、そこで飯を食おうと思った、ね。そこで飯を食おうと思ったら、夜、丸亀って俺の中ですげえでかい街のイメージなんだけど、まあ何にもないのよ。周りの商店街も全部閉まってて、何もなくて、何もご飯食べないまま、スタートになって。うどんも二玉、他の店も行こうと思ったら一玉しか食べてない。このうどんエネルギーで、うどんエネルギーって19キロ結構持たないの <laughs> 俺で、結構その、この19キロ無駄にした、1件目無駄にしたってイメージがあるから、相当ダッシュしていこうと思って、今度丸亀の城南バッティングセンターとこに行くんだけど、ここの開店が午後1時っていう、ちょっと待ってくれと。うどん食べてバッティングセンターなんでしょみんなもと。野球王国四国じゃない。だから正岡式もうどん食ってバッティングセンターだったでしょうよと。 なのに、このうどんとパッティングセンターの間の空き何っていう午後1時で、その時点で、まだ9時ぐらいだから、これは待てねえな、9時過ぎぐらいだから。これは1時までは潰せないから外観とか写真撮ったけど、 次行こうと思って、この次のバッティングセンターまで6.5キロあるのよ。で、6.5キロ行って、で、この間もとにかく急がないと10件全部回らない景色があるから、今思えば急ぎすぎなんだけど、急いで行ったら、ここも11時半かなんかスタートなのよ。この前で1時間半とか2時間は潰せねえだろうっていう感じになって、もうすでに10件中3件行けない、休み、午後、昼、 えー、回転、午後回転、昼回転行けないっていう状態で、でも次行くしかねえよなと思って、これ7キロ離れてるところに、まあ、どんどん坂出市、高松市と近づいてくんだけど、要するに左の端っこからどんどん右の方の中心部に近づいてくんだけど、次の中央バッティングセンターっていうところが、結構途中とか坂があって、 もう完全にもう一玉うどん食べないとダメだっていう、もう俺のうどんタイマーの方が鳴っちゃってるっていうね。これ日頃ね、ラジオ中にお腹が空いてる時もうあの、うどんじゃないから鳴らないだけで、これうどんでお腹減ると鳴るうどんタイマーがもう鳴り始めちゃってる状態なんだけど、中央バッティングセンター着いたら、水曜休みで休みなのよ、この日ここまでもう30キロ移動してるからねチャリで。<laughs> うどん一玉で30キロ全力で移動してるからね。どうなってんだよと思って。次、新橋パッティングセンターってところ、そこまで今度、17キロある。<laughs> 17キロだよ。もう、もう変な話、通りすがりの人がうどん持ってたら盗んでも、もう多分上場借料、変な話、その人をやめて俺がうどんを取った場合だよ。ね。 陪審員の方たちのすごい行為で無キになる可能性がある。<laughs> その、俺がもしですよ、この今だってもうすでに次のうどん早く食べなきゃっていう状況から、バッティングセンターを一件も経由しないまま30キロ移動してて、しかもこの後17キロ先にしかバッティングセンターがない。で、そのバッティングセンターが終わってないとうどんが食えないような状況の中で、誰かが、 うどんを、そんなに食べたくもないうどんを持ってて、俺が盗んだとしましょう。このままじゃ伸びちゃうよっていう。ね。お母さんがいらないと思ってシンクの中に置いちゃう可能性があるうどんを俺が食べたと、シンさんのうどんを食べたとします。で、後に捕まってもシンさんは、もう多分警官の前で、あれこちらの天ぷらの方もあなたのですよねって言ってくれるぐらいの、 あれ、これ何からの引用だっけこれ <laughs>。なんかこの食材もあなたのですよねっていう感動って、ね、ミゼラブルかな。的なやつなんだっけあるよね。なんかその教会で盗みを働いて、それを捕まった後で行ったら、この銀の食材もあなたのじゃないですかって言ってくれるやつ的な例えなんだけど、例え元が教養がなくてわかんない、ね。こういう時は多分例えない方がいいんだろうね。<laughs> そんな状況の中17キロですよ。17キロ。 その、グーグルマップが差し、すめ、示す、ね、それ iPhone が差し示す、その点まで、17キロ行った先の新橋バッティングセンターが、まさかの閉鎖という、もう跡方もないという、すごくない、すごくない、この状況。ほいで、この時点でもう昼頃になってんだけど、昼頃になってて、で、もう、 こうなってくると、高松市っていうところにも入ってくる。もうその中心、うどん県のもう中心の部分に入ってくるから、その調べたうどん屋さんの中にも、もう一軒ちょっと行きたいところに、本当はバッティングセンターでかなり売ってからのうどんの予定だけど、もうエネルギーが完全に切れてるから、もううどん行っていいですよ。ね。<laughs> 誰が俺を止められます ?50 キロ近く自転車無駄に漕いでる人間にうどんを食うなって言えますもううどん食おうと思って。 その、うどんも当たりつけてますから、そこに向かうじゃないですか。向かった先のうどん屋が、きっしり満員の上に長蛇の列なの。<laughs> <laughs> これは入ってらんねえ。要するに、本当の有名店は、もうその時間になってくると、売り切れごめんの時間帯になってきてる。もしくは、もう超満員の時間帯になってきてて、<laughs> これうどん寄るどこじゃねえぞ少しでもバッティングセンター行かなきゃっつって、 瀬戸バッティングセンターっていうところが、まあ、まあ、そこはちょっと近めな、もう高松に入ってるから近くなってくるんだけど、もうやってて、で、なんとかバッティングさせてもらい、で、その後、花園バッティングセ、花園バッティングセンターがとても良くて、本当に、タイムスリップしたみたいなバッティングセンターの話よくするけど、その中でも有数の、あのさ、テーブル型の、要するに、 喫茶店に昔あったインベーダーゲーム、麻雀ゲームあんじゃん。あのテーブル型の机部分が木目の、あのゲームが3台ぐらいありの、上でゆっくり扇風機があの、天井から降りてる扇風機がゆっくり回ってて、瓶のコーラが売ってんのね。俺、もう壊れちゃったのかあまりにその、<laughs> えー、閉鎖されたバッティングセンターとかが悔しくてしょうがなかったせいで、何か俺時空の歪みに迷い込んだんじゃねえかみたいな <laughs> バッティングセンターで、ババアが二人いて、で、ババア同士が店番やってて、それで、ババア昔。昔いいばあさんで、その花園バッティングセンターの、もうばあさんが、ほんと、ばあさんず、二人のばあさんがとても良くて、ほいで、まあ、かなり折れかけてた旅ではあったものの、 ええと、なんで来たのとかっていう。実は、その今日は香川中のバッティングセンターもあってんですよ、なんつって。で、この後はどうすんのなんつって。この後一応調べてる中では、V2 バッティングセンターって行って、ホームランドーム高松行って、ゼムスバッティングスタジアム行って、朝のランドって行って、それで空港から飛行機乗って帰るんです。それは大変だね、なんつって。 でも、あの、V2 さんはそんな離れてないからとか、うん、で、ホームランドームっていうのは多分最近できたところで綺麗だよ、みたいなこと言ってくれて。ただね、この時に、朝のランドっていう話をした時に、朝のランド行くのっていう話にはなったんだけど、<laughs> 今思えば、 実は今こうやってね、自分の中で戻って再生するとですごく印象的なとこだったから、ゆっくり回るその回転する扇風機と、で、多少暑さが和らいでるけど、その日31度あるんで、今までの工程僕30度の中走ってますんで、<laughs> 31度ありの、その昔の、えー、筐体のゲームの上に、ババアが出してくれた冷たいお茶と、その持ち食った皿があり、横のところにはさ、あのー、 赤と白のさ、コーラを入れるさ、縦の小窓がついてる。小窓開けてさ、引き抜くと斜めに収納されてるそのコーラが、こう横にずって出てきて、で、その扉のところにさ、王冠を開ける、その線抜きがついてて、王冠はそのボックスの中入る。で、その横のところに、開いたコーラの瓶を戻す箱が立てかけてあるみたいなさ、そんな雰囲気の中で、 ババア二人が、あそこは最近初めて綺麗なんだよとか、あの、あそこの,あのバッティングセンターも長いねって話をしてるのを再生すると綺麗に思い出せるんだけど、その中に、今思えばあそこにあったなヒントっていう。だから俺が言ったことの中で、まず朝のランドに行くっていう話に少し引いていたっていうことと、 ゼムスバッティングスタジアムに全く触れてないってことが実は、後の、あの、エンディングを見た時に、ああブルース・ウィリス死んでたんだっていうあの時の、言われてみれば誰も会話をしていない的な。後にあの子役の子超グレーンだみたいな。それはもう全然気差しなかったんですけど、その感じが入ってんだ。その、 V2、これも3キロ、4キロぐらいの V2 とか言って、V2 よ、V2 が良かったのは、なんつったらいいのかな。バブルぐらいの頃に作られた、テニスもやりましょう、ゴルフの練習もしましょう、バッティングもしましょう、で、レストランも閉閉してますみたいなところが、いい感じに古くなってるとこで、 でっかい、こう、大きな通りから見える、でっかい V2 バッティングセンターみたいな、その、文字が、まあ、アルファベットの V2 ですよ。だから、最近の皆さんは見たら、ああ、吉木のユニットだねっていうね、その、ヨシと小室哲也の組んだ、天才二人のユニットの V2 と同じだねって、まあ、あの、最近の女子中学生とかはまあ思うと思うんですけど、 それまたいい感じの、あのー、最先端のものが急速に風化した感じがとてもいいところで。で、V2 行きました、打ちました。で、その後、えー、ゼムスバッティングスタジアム。これもネットでも当たったところの、このゼムスバッティングスタジアムに行くんだけど、俺の中の、この今までいろんなバッティングセンターに、えー、っと、ワクワクし、えー、ガッツポーズをし、また、えー、痛い目に会ってきた俺でからしてみると、 バッティングスタジアム、ましてやゼムスなんていう名前のところは、絶対あるんです。そのバッティングセンター、下手すればバッティングセンターって書いてある時に、潰れてる可能性は見なきゃいけませんけど、バッティングスタジアムなんて最近作ったものが多いんです。行ってみたらないんです。で、 逆にその新しいスポーツ事業をいっぱいやってるところだから、バッティングじゃねえなと思ったらもう多分次のことをいっぱいやってるみたいで、バッティングセンター事業は結局電話でも確認したんですだけど、えー、数ヶ月前にもうやめてます。でも、 もう何度目ですかもう何回目だと。今日は何度目だこの楽天は、楽胆はっていうね。う今、言い間違えたついでに言いますけど、な何度目だこの東北楽胆、<laughs> 楽胆イーグルスはと。知ってますよお気に召さないことぐらい。<laughs> こんなことは言わなくていいことぐらい知ってます。それぐらい楽胆したっていうことの比喩ですよ。もう、ね。それぐらいです。ね。今の楽天は楽胆の比喩になりませんけど、昔の楽天、ああ 長谷部に期待してたのに骨折のあの時の <laughs> もう野球パンしかわかんない感じですけどね。タオ監督の時です。ね、タオ監督の時。えー、でも、がっくししてるところに、また見知らぬババアがみかんをくれるという、<laughs> そのみかんが超うまいという、もう本当にお遍路さん分、それこそ、この言葉を俺むしろ流行らせたいと思ってんねおもてなし。<laughs> <laughs> おもてなし、ね。これ流行ると思うんです。木っていう、おもてなしかけむくじゃらのどっちかが流行ると思うんです。だからけむくじゃらあたりは滝がくれてるさんがもう言ってんでしょけむくじゃらは言ってるいですで。そのおもてなし文化のもう元祖だよね。お伊勢さんの周りでも結構そう思ったんですけど。 やっぱ、伊勢参りする人に対しての周りの人たちの心構えとか、お遍路さんって傷ついてする人もいるじゃないですか。そういう人たちの多分文化なんだと思うんだよね。あの人たち食った方の人に対するセンサーが働いてると思うんだよね。膝から落ちたら全部、ほに俺が超有名タレントじゃんか。超有名タレントだからじゃなくて、普通にみかんくれてもう頑張ろうと思って、で、その後に、 ホームランド、ホームランドームも、ホームランドームすごかったのは、ここまで俺の中では、割とその、香川県のバッティングセンター事情は、野球王国四国の中の香川県で、割と昔からあるバッティングセンターを、子供が減った今でも頑張って続けてる、その花園のイメージ。で、その、途中、歌図ってとこにあった3軒目ぐらいの11時回転だからっていうんで、行かなかった、バッティングドーム歌図ってのは割と新しかったんだけど、 このホームランドーム高松ってところは超新しくて、俺、このシステムが東京にあるの見たことないんだけど、いわゆる東京にある、東京の最先端の、え田中雅宏投手の、え動画が、とリンクしてボールが出てくるは、ま、東京にもいっぱいあって珍しくもないだけど、工程の操作と急速の操作を、バッティングゲージの外でできる。二人用がある。 でなんかわかんないけど、お父さんとかが見に来たらガそ、ネットがあってガラス張りで外出るんだけど、バッティングやるところの横に、いわゆる何キロ打ちますかっていうところに、操作は外に任せますっていうボタンがあって、外で、その高さ調節とかをやれる、急速調節ができるっていう、最先端のメカがあることにびっくりして、そ花園ババアが新しくできた綺麗なとこだよっていうのもわかるなと思うとこで、で、ここ終わって、で、ラスト1件の朝のランド。 で、ここまで全部でピックアップしたのは10件なんだけど、潰れたのが2件、休みが2件、それから回転時間が合わないのが2件で、あんまり行けてないんですよ。それでその問題の朝のランドに行くんですけど、あの、朝のランド行くまで、まず、そのホームランドームから10キロあるって言われたのは、まあ、10キロはしょうがないよなとは思って。で、しかもそれは空港に行く途中にあるから、どうせその道すがらなわけだから、 別に損はないなと思って、ただ30度超えると思ってないから、相当ヘトヘトは相当ヘトヘト。で、言われてみれば、うどん一玉と、たまたまもらった餅とみかんのエネルギーしか通ってないから、かなりヘトってるわけ。そしたら、最後の最後に、朝のランドまで400メートルっていうところから、が俺の判断基準では、歩くのもきついぐらいの坂なんだよね。 山ん中にあるので、よ、残り400メートルで多分、40メートル登ってると思うんだよね。勾配10%って相当だよ。の坂で。で、しかもその坂が心細い坂の上に、そうね、半分以上登ったあたりから、両サイドが完全に工事中になってくる。 ない可能性が大な感じ。<laughs> ほいで、重機とかがいっぱい止めてあって、で、その真ん中をすいませんすいませんって入ってくんだけど、そこにいるおじさんたちの目が、全員、何しにっていう感じなわけ、<laughs> もう自転車押してんだけど。ほいで行ったところに、会った時の喜びと来たらないね。あの子供が書いた汚え野球の絵がいっぱい書いてあった。 <laughs> 多分これアンパンマンに出てくるなんかなんだろうなっていうイラストが書いてある感じのあのバッティングセンター。ここもテニスコートとかがある。朝のランド。まあもう変な話、ディズニーランドかオレマワールドか朝のランドだろうなっていう感じの朝のランド。 ここでもう足を全部使って、エネルギーのカスのカスまで行って、あの、あの、初めて全球空振りでもいいやっていう感じの、<laughs> ほぼ全球空振りに近い状態で1ゲームだけやって、で、もう高松空港に行きましょうって。高松空港までが朝のランドからは5キロなんですで、5キロだと、この後にを読んでも、まあ、時速15キロから20キロは出ますんで、本当にチャリ乗る人は、 多分、軽車両の最速ぐらいまでは出しますんで、相当な人もいる中で、まあ、5キロで、残り飛行機の時間まで1時間半ぐらい、1時間半、まあ、2時間近弱ぐらいあったから、行けるかなと思って行ったら、高松空港も山の中腹にあんのね。<laughs> 高松空港も、しかも朝のランドから、一旦降りて、<laughs> 一旦ゼロまで降りてから、 標高100メートルぐらい。まあ、正確なことわかんないけど、結構な坂の上にあるのよ。ほいで、もう間に合わないぐらいの時間ヘトヘトの汗で、ダックダックの状態になって。ほいで、乗ってる自転車を折りたたまなきゃいけないから、自転車に乗ってカウンターの手前まで来て、自転車を押しながらカウンターに行って、そのカウンターで今から、 飛行機の手続きをして、できればこれに乗りたいんだけど、何分前までに手荷物を乗せれば、僕はこの自転あの、飛行機乗れますかっていう状態なんだけど、偉いよね、空港でいろんなこう、その仕事接客してる人、特に女性、笑顔を絶やさないよね。もうね、沼から出てきたみたいな状態、俺もう完全にドロドロの汗だくのびしょびしょで、俺が歩いた後ずっと水の点がつうどんつゆが出てるぐらいの感じの、 やつなわけ。もう本当に、もうちょっと、ザルで湯を切ってから来いよっていう、<laughs> じゃジじゃジじゃっていう、じゃッじゃが全然足りてない状態で来てるんだけど、40分前にはしていただかないとっていう状況で、あんなに急いで自転車を分解したの初めてもうあのいわゆる折りたためる自転車だけど、俺のは割と丈夫な分工具を全部使って一個一個パーツばらして入れなきゃならない、折りたためるぐらいの自転車だから、やっと そこ自転車全部バラして、その、服も着替えなきゃ、服着替えて、なんとか乗って、どれぐらい汗かいてるかっていうと、もう、ずぶ濡れで、その全部自転車バラして預けて、びしょびしょの服を一旦こう買いにトイレ行って着替え、<music> まあそれは最後の最後でいいと思ってるけどさ、どれぐらい取りこぼしてんのかなって思うね。結局そのネット情報はいろいろ駆使して、 結閉鎖になってるようなところも空振りは覚悟では行くんだけど、おそらく、なんとか野球塾って名前だったりするともう当たんないんだよね。なかなか当たんないんだよね。もちろん、誰かのブログにバッティングセンター行ってきましたみたいなところから当たったりとかして偶然見っける時もあるから、むしろ、そのブログさえなかったら、ブログが、すらなかったら、行けてないっていうことだから。で、そうすると、例えば、こう、ツイッターとかで、 伊集院さん言ってたけど、ここ実はありますよ、みたいなやつ来てくれたりとかするんだけど。で、それはそれで調べると、実はそこももう閉鎖になってたりとかして、ほっとするやら腹が立つやらだったりとか、まあして。だから、まあ逆に言うと、そういう情報とかはなくても自分の自力で行けた範囲が全部でいいや、みたいなことにはまあなってて。今日は香川全部行ったつもりで、その行ったところの名前も全部言ってみたけど、ないとは限らないからね、その、全然、 ひっそりやってるようなところ、いくつかよく俺これ見っけたなみたいな。もうもはや多分自分が言ってる情報が全国のバッティングセンターをまとめましたっていうサイトよりもちょっと詳しくなっちゃってるのね。もうそこよりも行ったところに関して言うとそこには閉鎖って書いてないけどもう閉鎖されてたり、そこには載ってないけどあるってところも行くようになってきちゃってるから、だから逆にそういうサイトを見て伊院さんここ行ってないじゃないですかって言われてもちょっと困るみたいな状況になってて、ただ、 うちはやってますよ、みたいのが、あると、なんか結構今までも、あの、実は、帯広にもう一件あるらしい説とか出て、まあそれは死ぬ前にちょっと拾えばいいやとか、なんか用事がある時と思ってはいるんだけどね。でもちょっと、なんか今回の香川は、よっか、とてもよくて、あの、思い出したのは別にバッティングセンターを全部回る俺は仕事をしてるわけじゃないから、